京王5 0 0 0系電車一畑電気鉄道2100系電車2100系電車一畑電気鉄道2100系電車は一畑電車が一畑電気鉄道からの分社前の1994年に導入した通勤系電車である。一畑電気鉄道の車両近代化に際し1994年から1995年にかけて京王帝都電鉄5000系を KO 重機整備で改造した車両である。デハ 2100K デハ2 1 1 0系の2連4本8両が導入され、同社で初めて冷房装置、カルダン駆動装置、発電ブレーキ、併用電磁直通ブレーキを装備した車両となっている。塗装はこれまでの市畑電気鉄道の車両から一新され、イエローをベースに、側層下がホワイト、貫通扉、側扉がブルー。 車体裾部分がグレーとなっている。車体は普通構成で、前面窓にはパノラミックウィンドウを採用し、貫通扉と側扉付近に行き先方向膜を装備している。また、ワンマン運転用に前面窓両側にサイドミラーが取り付けられている。1994年度譲り受けの日本は、 側扉が3扉のままであるが、1995年度譲り受けの2本は、座席数確保のために、中央の扉を埋めてに、扉車として落成している。車内の座席は、ロングシートとなっている。ワンマン運転用として、連結面側の側扉付近に、乗車整理券発行機を、運転台後部に、運賃表示機と、自動量替行きつけ運賃箱を設置している。また、 電結面には防犯カメラを設置している。正面貫通扉倉庫に設置されている行き先表示器は字幕式で各駅停車での運行時は終着駅名のみが表示され、京王時代と同様にごし体くたえ書き配列である。急行として運行するときは井の頭線で運行されていた3000系の正面、行き先表示器字幕に類似した横書きの配列で赤字に 白抜きの急行表示を上部に添えている。側面の行き先表示器は、慶応時代の種別用は撤去され、行き先用の機器のみ使用。急行運転時には、種別と行き先を併記して表示する。制御方式は抵抗制御であり、主要機器類は、主電動機として三菱電機製のメガバイトマイナス -3054 を、駆動方式は、WN 駆動方式を採用、台車は、 低度高速度交通営弾3000系から流用した FS510 を履いている。パンタグラフはデハ2100系の連結面に1機設置されている。クーラーは分散型でデハ2100型は7機、デハ2111.21122114は8機、デハ2113は6機搭載する。また、デハ2113以外の7両はベンチレーターを 備えている。これは、ハ二2113が非冷房車からの冷房改造車。それ以外が、新生冷房車という主車の際によるものである。1994年に運転開始した。北松江線、大越線の全区間で他社と共通の運用についている。2014年より5000経営に変わり、2103編成、縦の縫いと2104編成、5円電車。 島根っ子号が並結して、平日朝方の特急、スーパーライナーに使用されるようになった。2015年2月26日から3月27日までの間は線形が試験的にスーパーライナーに使用されていたため他社と同じ運用についていた。なお、5線形がスーパーライナーに使用されていた時、1編成が検査の場合、本系列1編成が5線形と並結して、 ダイソーしていた。本系列は貫通型だが、フォローを取り付けていないため、前後の車両を行き来することはできない。本系列は、後継車両である線形の導入により、2編成が廃車され、残存する2本は2018年度に、車体修繕を行い15年ほど、継続使用する予定である。2018年1月6日7日のさよなら運転を、もって2102編成が、 廃車になると2017年12月に発表があった。なお、もう一編成の廃車対象に関しては、検査期限との兼ね合いもあり、未定とされている。他社の慶応5 0 0 0形状と車その他、長子電鉄及び、学南鉄道にも在籍している。ありがとうございます。